こんにちは。双葉町リポーターの山本敦子です。前回ご紹介いたしました伝承館の目の前にあります双葉町産業交流センターをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。こちらがお土産のテールサンプラザ双葉館です。私のおすすめするお土産はこちらの浜鳥ラーメンと浜鳥チキンカレーです。皆さん一度お試しください。来てください。こちらが仙丹亭さんです。浪江焼きそばを提供しております。皆さんお待ちしてます。こちらが私のお店の店員です。ハンバーガーやポテト、サンドイッチなどを提供しております。皆様ぜひ遊びに来てください。そしてたくさん食べていってください。お待ちしてます。こちらが交流センターの受付になります。お待ちしてます。